第871回10月19日水曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ヤコブの手紙1章13節。誘惑に遭うとき、誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。神が私たちを誘惑されることはありません。誘惑は私たちの欲を利用するサタンの仕業です。神は人間に必要な要求を与えてくださいました。私たちは神のことをもっと知りたい、成長したいと思う欲を持っています。しかし欲望、すなわちこの世的、肉的なものに対する貪り、神の御心に反する自己執心的な欲は、私たちを神から引き離してしまいます。サタンはこの欲を用いて私たちを誘惑します。ペトロの手紙1、5章8節。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。誘惑に注意して歩みたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、神を信頼して歩むことができますように。2、コロナが完全に収束しますように。3、ウクライナと世界の平和のために。私たちに誘惑に打ち勝つ信仰を与えてくださる神様、あなたに信頼するときに誘惑に打ち勝つことができますことを心から感謝をいたします。さまざまな誘惑があります。しかし私たちはあなたが共にいてくださいますから、その誘惑を退けることができ、神の栄光を表すことができます。感謝いたします。戦争で涙を流している人たちがいます。神様、どうぞ助けてください。コロナの問題が長引く中で苦しんでいるたくさんの人たちがいます。病気を癒してください。生きるための戦いをしている人がいます。助けてください。お一人お一人の悩みをあなたが解決してくださいますように、心よりお祈りいたします。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。